悪質な餌やり。今日大阪市議会で条例の改正案が可決されました。住民らによると、大阪市住吉区の JR 安孫子町駅の周辺では、10年ほど前から数人の男女が鳩やカラスなどに餌を与えているということです。周辺には腐った餌や糞などが散乱していて、地元の住民は困惑しています。洗濯物の上に糞が落ちたり、皮膚病ですね。それから喘息持ってる人は喘息がひどかったり、私はそのストレスで血圧が上がり。住民たちは市議会に罰則も含めて条例で規制するよう求めていました。委員長報告の通り、いずれも可決されました。可決された条例の改正案は、公共の場で鳩やカラスなどの動物に餌やりをした場合、残った餌や糞などの掃除を義務付け、違反者には5万円以下の過料を定めています。今まではそういう指導することすら、指導する根拠になるルールがなかったもんですから、今回このルールを作りましたから、餌ばらまき行為を、なんとか、是正できるように、役所として動きたい。この条例の改正はあさって施行され、違反者への5万円以下の過料は来年3月から適用されます。